初日9レース走られます。神奈川の松井選手です。よろしくお願いします。まあ、地元での G1 になりますけども、意気込みはどうでしょうか？そうですね、はい、まあ、僕だけじゃなく、神奈川みんなにの優勝のチャンスがあるように、僕も力になれることがあったら精一杯頑張っていきたいですし、まず自分自身も優勝を狙って頑張っていきたいなと思ってます。まあ、サマーナイトが終わって、まあ、別府を一つ開けましたけども、状態面というのはどうでしょうか？はい、結構追い込んできたんで、まあ、結構バイクもやってきたんで、まあ、ちょっと自力とのなんていうの、ちょっとした違いとか細かいところがまたちょっとしっくりきてない部分も多少あるんで、まあ、そういうのを修正しつつ、あとまあかなり疲れてるんで、しっかりケアもして挑んでいきたいと思います。まあ、その辺は長丁場の戦いなので、ケアもしつつ感覚も確かめながらっていう感じ。そうですね、はい、後半になって良くなっていくと思います。まあ、平塚ですとグランプリシリーズの優勝やヤングランプリ優勝、もちろん地元なんでやっぱり走りやすさとかありますでしょうか？はい、毎日練習してるバイクなんで、まあ、やっぱり走りやすいです。まあ、明日のレースなんですけども、和田まくる選手と佐々木龍選手、神奈川3人でとなりますけども、まあ、並び戦い方を教えてください。はい、神奈川の一番前で自力で頑張ります。わかりました。では、この後への意気込みとファンの方へのメッセージ、よろしくお願いします。はい、地元勢として、このオールスターの毎回祭全力を出し切って、少しでも盛り上がるように、そして優勝を狙って頑張っていきたいと思います。熱い応援よろしくお願いします。